この間は二つ折りの財布の夢見ましたが、今日はストーリーがあって500円玉の夢見ました。これで見るとね、孤独とかなんとかって書いてたけど、俺孤独はないでね、愛情とか豊かとかね、そういういい夢だそうですわ。だからそういう夢見ると不思議でしょ。お金の夢をまず大体見ることがない。俺は69年間見たことないですわ。この最近1年前から。だから、あれほんとね、何べも言うけど、お金が入った日にね、数字の夢見ました。2回。だから運命面白いところにありますわ。ね。洪水の夢とか、運のつく夢とか。すごいんですよ、洪水の夢。それが爆発する夢とかね。運くんちのつく夢とか、コイン、金が出てきたとかね。俺、億万長者決定でしょ、多分、99.9%。俺がね、99.9% 言った時はほとんど当たります。これ99.9% 当たりやんって言ってほとんど当たってます。AB 型勉強するトップと四国の愛媛県の落ちの北条家の豪族。勉強するトップと。勉強せんとき赤点やつと。2週間で来た子は入って。5点が0点ぐらいだったけど、早とも高校転校して勉強したら10点満点の10でした。で、封禁したけど下ろされました。まあいいよ。そういうことで。